公開中の映画キングダム大将軍の帰還、興行収入70億円を突破、8月23日時点し、これまでの3作品を上回るシリーズナンバーワンヒットを記念してシリーズ初となる、皆の背中には常にこの大きがついてますよ。飛信隊特殊任務応援上映イベントが東京東宝シネマズ新宿で30日午後7時から実施されることになった。チケットはこの後28日午前0時からインターネットチケットビットにて発売開始となる先着販売、予定枚数に達した時点で終了。当日は飛信隊副長の淵役田中美代が参戦。先日配信された YouTube ビハインドザ飛信隊の特別企画内でも、隊員同士で思いを伝え合う場面では感極まって涙してしまうほど飛信隊愛にあふれる田中。今回の応援上映に向けて次のようにコメントを寄せている。